そうか。 当然だと思ってません。一仕事すっか。 かかってきたまえ。私の番ですね。来てみる。本気でやってん。来やがれ。 かかってこいよ。やるのか。ほら来いよ。なめんなよ。どうやがれ。本気でやって。俺の番。痛い目に合わせる。逃げるなら今のうちだ。かかってこいよ。ほら来いよ。かかってきなさい。 かかってこいよ。私が相手です。逃げるなら今のうちだ。かかってこいよ。なめんなよ。なめんなよ。痛い目に合わせますよ。やんのか。かかってこいよ。やがれ。ほら来いよ。かかってきなさい。邪魔だよ。なめんなよ。だから今のうちだ。 よし、行くぞ。痛い目に合わせる。回復。勝てると思ってる。さて、俺の番だな。 とっておきだ。さて、叩きのめす。俺の番ね。かかってきなさい。とっておき。かかってこいよ。私の番ですね。やんのか。してみろ。うれ。 ちょっとおとなしくしててくれ。また本気でやってんよ。よし、行くぞ。痛い目に合わせてやるよ。俺の番。邪魔だよ。さて、さて、おいきた。 これだ。神様。ちょっとお前。私の番で。よっしゃ。また強くなっちゃったね。一つ上の男。テンション上がりますね。またいい女になっちゃった。 任務完了。
ゲーセン寄ってかねえか。ゲー。ん？ルールにゲームは1分でも。さすが。ゲーム。だから、ビジ。通り。あれ。で。いや。ここにいたかい。任務完了。いいけどね。さーて、どれあれ、あ、なめんなよ。さーて、俺の番だな。やってきなさい。とっておくれよ。私の番ですね。来いよ。よし、やめろと。俺の番。おい、来た。さらに強くなれましたね。まかっつ。
いらっしゃい。ありがとう。よう、ヤッホー、カスガ君。この野郎、もうすっかり馴染んでやがんな、蝶。ああ、酒はやっぱボディーガードなしで飲む方がうまいよ。なるほど。その辺はさすがにハンピン・リューマンの元総帥か。俺の場合は生まれながらのね。そこらの人とはちょっと苦労してるとこが違う。ギャングの跡取り息子の愚痴ね。酒の魚には良さそうだ。人の人生をおつまみ扱い？ふん。まあ春日君も苦労人だし、いっか。確かお前の親父さんがハンピン・リューマンの先代だったっけ。今はどうしてんだい？引退してから何年かして死んだよ。誰かに撃たれたり刺されもせずベッドの上で。そいつは良かったってことになるのかな。ギャングのボスだった割にはね。四六時中誰かに襲われないか警戒してたけど、ま、あんまり羨ましい人生じゃないよ。俺だって別になりたくて総帥になったわけじゃない。多分マブチなんかの方が組織のボスには向いてたろうね。マブチ、ラオマか。あれ、そういやお前、あいつのことどうした？
大海と手組んでたとこぶっ倒してそれっきり見てねえけど。ハンピン龍マンが裏切り者にするお仕置きといえば饅頭の具にしちゃうんだよ。は？おい、じゃあマブチもか。嘘だろ。どうかね、俺がそんなことする人間に見える？見た目では人を判断しないようにしてるんでね。お前はマブチをどうしたんだ。いや、まんじゅうになんてするわけないでしょ。冗談だろうって笑ってほしかったよ。けどよ、あいつはお前のことを拷問もしたろ。組織の制裁としちゃ殺すのが妥当っつうか。まんじゅうにはしてないけど、殺してないとも言ってないよ。あ、じゃあやっぱり殺したのか。優しいね、春日くんは。マブチのこと心配してあげてんだ。俺には別に殺されてめでたいと思う人間なんていねえよ。でもマブチには野々宮ってソープの店長を殺されたでしょ。なあ、だから理想としちゃマブチを半殺しにしてその後殺に突き出してやりたかった。ところが半殺しにしたとこへ近江の幹部たちが来た。それでマブチのことは忘れちゃってた。お前本当にマブチを殺したのか。結論から言うとだね、実は殺してない。そうか。なんかそんな気はしてた。なんで？なんつうかお前はさ、変なこだわりみてえなのあんま感じねえんだ。組織がこうでなきゃいけねえってよりは部下の手前ボスらしくしてただけっつうか。結構失礼なこと言ってるよ春日君。でも実際真淵のことは殺さなかったんだろ。お前は多分閉じ込めたり拷問とかもしてない。ふん、狭い土地で生きてきた仲間同士だからね、その命取るほどのことなんてまずないんだよ。とはいえ今ハンピン・リューマンは孫妃の預かりじゃん。彼女はマブチから見たらけじめをつけなきゃならない立場だ。コミジュルはマブチの陰謀で家を焼かれているし、それを閉めるとなったらもう殺すしかないよね。かもな。だからその前にマブチには俺が行って偉人町を出て行かせたんだ。町を追放するだけで済ませてやったってことか。マブチについて行った手下たちも何人かいたけど、偉人町に戻る気があるやつは許してあげた。つまり一旦リセット、全部チャーラー。孫妃もそれで了解してくれてる。寛大なこって悪名高い偉人さんが丸くなったもんだな。マブチはハンピン・リューマンの稼ぎ頭で功労者だったしさ。まあ組織に内緒の仕事で溜め込んでもいたけど。お前そういうの知ってたのに見て見ぬふりしてたわけか。親父の代からいた古参の幹部たちは怒ってたよ。マブチは組織の掟をないがしろにしているってね。でも偉人帳は日本でも屈指のグレーゾーンだよ。なら少しくらいのズルは多めに見なきゃ。なるほど。言えてるな。じゃあどこかで元気してるであろうマブチに乾杯と行こうか。別にあんなやつどうだっていいけど、まあいいさ。寛大な元総帥に免じて付き合うよ。そう来なくちゃね。
で行かれますか？それでは出発いたします。私の番ですね。なめんなよ。せーやこいつでどうだ。かかってくださいさて。ふざけないでください。邪魔だよ。なめんなよ。ほら、来いよ。おい、来た。うわぁ、こっちですよ。左。さて。ちょっと待って。いや、いいよ。また強くなっちまったか。春日くん、へめそんじこれ。私の番です。なめんなよ。くらえ。逃げるなら今のうちだ。遊んでくんないかね。俺の番。かかってきなさい。ほら来いよ。叩きなめ。やるのか。舐めるなよ。痛い目に合わせますよ。春日くん、資格学校に通ってるんだって？ああ、まさかこの年…え、ちょ、あ、文句あるのか？俺は今、機嫌が悪いね。そこのお前！あ、なんか文句あるか？ごっさんです！よし、遊ぶって。さーて…してみろ！せーれー！こいつでどうだ！まった…邪魔だよ。俺の番だな。やってやるぞ。とっておきだ。俺の番ね。ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。とっておき。行くぞ。
逃げるなら今のうちだ。私が俺は私の番です。えっ、くれダメだ。やるのか。痛い目に遭わせますよ。あっち立て直さねえと。ほら来いよ。私が相手で見てろよ。決めんぶい。あ、そういうことないか。さて、セーラー。こいつでどうだ。まったく。どれや。どれや。どうやってやるぞ。おら。痛いね。なんとか死ねと。やっ私が相手だ。ちょっとしんどいな。私の番。おつ。ああしんど。治ったぜ。ほら来いよ。しんどいね。やっこれで元通りだ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。骨が折れそうだな。負けねえぞ。さて、してる。出るとも来るね。やんのか。俺の番。邪魔だよ。合わせますよ。ほら来いよ。おやすさんは。よし。どこだ。見せてやるよ。逃げるなら今。俺の番ね。なめんなよ。よし、待つぜ。私の番ですね。叩きのめす。来た。やろうって。
体は万全だね。しちゃいませ。ありがとうございました。負ける気がしねえな。
イツ履いてくればよかった。そういやタイツと。開けてみるか。開いたぜ。体は万全だね。おっと。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。やっと見つけたぜ。
けてみるか。やったぜ。鍵がねえな。ないな。懐かしいな。ナンバーは野球経験者なのか。まあそんな大層なもんじゃねえが、ガキの頃はよ、大会に出たりもしてたぜ。すげえじゃねえか。うまく打つコツとか教えてくれよ。そうだな、まず重心を前にしてリラックスした構えをする。ふん。バットに当てる位置も芯じゃなく少し先の方を狙うんだ。これで打球の勢いを殺すことができる。ふむふむ。ん？バットに当たる瞬間に少し体を後ろに下げるとうまく転がるぜ。おい、それって。まあこんなもんかな。バントのコツは。バントのコツかよ。バッセンなんだからホームランの打ち方を教えてくれよ。それは知らん。俺は送りバント専門だったからな。あ、そう。開けてみるか。開いたぜ。やりましたね。町の平和素晴らしい。町の平どうも春日さん。町の平和を頼み。どうも春日さん。町の平和を頼みますよ。
してんのか。私の番ですね。してみろ。ねえ。こいつってどうだ。俺の番。上がってきなさい。なめんなよ。俺の番だな。おい来た。いいじゃない。おう。おい。